さあ戻ってきました。はい、帰ってきました。なんか違う。初だ。初ですよ。ここ宗男さん家ですか。僕ん家じゃない。違う。あのレイアウトが逆なんです。あ、一緒は一緒なんですね、作りが。似てる、めっちゃ似てるけど。逆になってるだけ、宗男さん家とも、うん、似てるけどちょっと違うんです。ほう、ここはニュー釣岡ハウスのキッチンでございます。はい、じゃあ一発目いきますか。森で着いたのがこちらです、うん、はい、あゆ。はい、これはガイドしてくれた人にもママさんももらったね、はい、それと何匹かちょっとくたばっちゃってるけど、手長エビ、綺麗なビー玉。はい、ビー玉、ビー玉もいたよ、そういえば。じゃあこれを今日はシンプルに塩焼きと素揚げ、うん、お、はい、うん、どっちも素材の味を楽しむわけね。そうね、OK、じゃあやっていきましょう。おい、じゃあ鮎は少し鱗取った方がいいらしいですけど、うん、あとなんだっけ、場所が場所だから内臓は取っといた方がいいかもって言って、うん、言ってましたね。なんか苔ばっかり食ったら内臓も食えるって言ってましたけど、うん、そうそう、海に近いからなんかもしかすると虫を食ってるかもしれない、うんうん、そう、だから内臓は取った方がいいって言ってた、はい、じゃあ鮎は任せていいですか。 OK、 OK、 勝手に水出てきたぞこの野郎。近くに触れだけでしょ。おいおい。じゃあ長エビの方は酒締め、どこに何があるか分かんない。分かんないですよ。だからもう発見するところから、ボール、ボール、そう、ボール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 、あれ、あ、あ、ありました、これかな、あった、あった、ありました、ありました。じゃあエビをこの中に入れて、はい、いきます。最初は酒締め、酒締め、エビは酒締め、アユは内臓と一応鱗取り、はい、はい、やっていきましょう。やっていきましょうか。はい、じゃあ、はい、鱗から取っていきます。はい、あ、どれくらいあるんだこれ。アユの匂い、いい匂い。スイカの匂いする。スイカ、スイカなんすかねこれって。これあのお茶の出がらしの匂いがしたやつ。お茶の出がらし。緑茶、緑茶の、あーはは、ニトランスかなんか違う。俺も嗅ぎたい。スイカっぽいっちゃスイカっぽいっす。あーあー、あのさ、お茶の、うんうんうん、わかる。お茶の葉っぱからスイカって言われればスイカな感じですよね。でもあのさ、はい、スイカっぽい香りがする草あるんじゃない。なんかそんなあるんですか。うん、あれ俺だけスイカ。それもスイカじゃない、草じゃない。違う違う、なんかあんだって、それの匂い。スイカに似た草の匂い。取れてますよ。うん、取れてる。やっぱ色が、色が変わる。変わってますね。なんか取った方が綺麗に焼けるってカット先生が言ってた。へー、ほう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 。じゃあそれやってる間、こちら、はい、こっち羽田酒締め、酒締め、じゃあこんな感じで、はい、はい、酒で締めていきます。はい、じゃあ鮎もなんか気になかったの取れようですね。食べよう、食べよう。これが秋になると落ち鮎って言って茶色くなってまた美味しくなるんですね。あ、そうなの。はい、へー、銀色、うん、うわ、全然違う色が、全然変わってしまった、部屋になってしまった。本当だ。じゃあどんどん、はい、はい、やっていきますか。はい、これ、いけるかもしれないな。本当はこれでやりたかったんだ。ただ、身が弱いから怖くて。実は、カニもいる。サワダイも一匹。美味しそうやったっけ。肩が捕まらない、はい、これじゃない、畑くんが取ったのかな。多分、でかい一番あったのはデカかった。ちょっと大きかったけん、あそこは網の中引っかかってたんでしょ。ラッキーアユですね。ラッキーアユだったね。じゃあ、事後出していきます。はい、アユの内臓取り。はい、アユの内臓は緑だった記憶があるんだよね。へぇ、柔らかい。え、アユ食べたことあるの。ありますよ、ちっちゃい頃取ってました。へぇ、で、近所のおっちゃんがその仕掛ける網をちゃんと許可を取ってるおっちゃんがおって、それの手伝いしてて。へぇ、はい、これを食うかな。え、茶色。いや、ほんと緑なんですよ。へぇ、茶色。やっぱ食うもん間違うからね。え、河口付近やけんかな。何でも食ってんだろう。うん、ってことはこいつら一回海に行ったのかな。多分行ってんだろうね。てか海から入ってきてんのかな。どうなんでしょうね。あの辺一帯の川にちょいちょいいるってことは、うん、ね、完全経由で入ってきてるんですかね。完全に天然アユって言ってたから、本当だったらなんか上流の方で放流して下流に下ってっていうのが普通だけど。うえ、やっぱ川魚だから。おい、出したのに出てきた。内臓はやっぱ臭くないですね。
ね、そうね。これはね。ゴリ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 。あっ。なんいちゃいちゃしゅうですか。もう無理さんが。ああ。意地悪する。はい、できました。事後出し完了。完了。そう、次は事後を取った鮎の水気を取らなきゃいけないんで、と水分取っていきます。うわ、まだ火。まだ火つくんやん。ちょっと、無理さんやろ。わあ、いっぱいだ。綺麗だ、綺麗だ。風邪ひかんようにかけます。はい、よいしょ。で、鮎は塩焼き。塩焼き。結構こういう川魚系は本当ガッツリ塩振ってた方が美味しいからね。はい。ロロロロ。いいかな？オッケー。塩かけ完了。そしてもうグリルに突っ込んで焼くだけなんだけど、うん、グリルがでかい。うん、これいっぺんにいけんじゃないか。いっぺんにいけますよ多分。IH になっちゃった。はい、釣り岡キッチン IH になっちゃった。シャレトンシャ。はい。ガスから卒業ですね。はい、お願いします。よいしょ。あ、お、全部乗った。ナイス。わ、きれい。はい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。さよなら。はい。どえ、どうやってするんですか、IH ちゃん。電源ポチ。ポチ。ならんやないか。もしもし。はい。トラブル続き。トラブル続きでございます。はい、IH クッキングヒーターの電源が入りません。はい。どうしても入りませんから、アユは、これ。レンジ。これで焼いていきましょう。このオーブンレンジで、グリル使います。はい。で、手長入りは、卓上に結局変わんない。で、天ぷら鍋がどっか行ったんでフライパン結局もう結局こうなるのね。なので、はい、僕はこの鮎を移したいと思います。はい、およし、オッケー。それで焼けるんですね。うん、じゃあでもお願いします。いきますね。お願いします、はい、この一番上の段ですね。はい、これで締めのグリルはどれだ。レンジオーブンの？の。あべ、見てます？皆さん、説明書見てますよ。時間はどこに出るか。もしもーし。途中までね、もしもーし、ここは上出すよって言ったけど、さっき頭に入れた感じ。ちょっと待って。あ、グリルだ。これだ。これの何分？20分。20分。じっくりじっくり。はい、20分。の、もう、OK。いきます。はい。オッケー、よっしゃ、はい、やっと終わった。やっとエビに行ける。じゃあ次、はい、はい。だいぶ締まったよ。青、うん、なんか色変わってるし。ね。色茶色いの出たね。結構やっぱ、いや、泥入ったんじゃないですかね、やっぱ。でもね、これ綺麗だよね。前、あの、手長エビ釣りした時のよりかは、まあ全然。だいぶ綺麗やろ、これ。はーい。オッケー。で、これを水気取って、うん、片栗粉つけてあげれば。さあ一発目、一発目。もうそのままいと？カニさん。はい。ああああ。橋がない。橋。短い。長いのがない。長いのがない。長いのがない。あれ最高。どこだ？またあったあった。ちょっとカニはねしっかり。うん。夏だから。カラッと。うん。夏だからな。バットどこ？バットどこ？準備が悪いなぁ。上にあげましょう。はい。あれでしょ、これヒゲ切っとかないとダメなんでしょ。あー、そうか、焦げるんだ。さあ、宗男さんはヒゲの処理。宗男さんはヒゲの処理。宗男さんヒゲの処理してますね、結構。毎日ね、大変。マジで。よし、じゃあカニあげていきます。カニさん、カラッと上がりました。はい。はい。うわ、色変わった。そうだ、オレンジ色のところ。うん、綺麗。じゃあ、ヒゲ取ったエビを入れていきますかね。じゃあ、入れていきます。さあ、どんどん。はい。はい、十分。はい。結構なんかね、全部大きいから、殻がカラッと上がるまで、しっかり揚げていきます。じゃあ、油がすごいことになっちゃった。ああ、結局こうなるのね、釣り岡のキッチンで。エビも揚げていきます。はい。わあ、うまそうだ。立ったこれ。はーい、第一陣完成。はい。
で、こんな感じで全部やっていきます。上げていきます。はい、では、はい、ひっくり返そう。はい、このまま開けていいんか。一回開けてみます。ボーンとか来ない？ボーン。うわー、綺麗に焼けてる。めっちゃ焼けてる。すげえ。で、これをひっくり返したいんだけど、はい、どうやって取りゃいいんだ。これか。使ったことないな。おお、綺麗綺麗。なんかすごい右が焼けてるのは気のせいですかね。おお、汁が、汁がすごい、汁が、汁がやべえ。よし、ひっくり返そう。はい、見たらびちょびちょですね。あー、びちょびちょだ。そうだね。なんだこの作業。水分が吸っております。おお、なくなった、なくなった、素晴らしい。よし、これちょっとひっくり返して、はい、一回これもう一回塩かけちゃおうか。うん、オーケー、オーケー。もう一回入れます。はい、よし、はい、じゃあ追加でまたあと6分ですか。はい、あと6分。はい、残り6分です。で、出来上がり。はい、さあ、エビも順調に OK 上がっております。で、これが最後で一番でかいやつでございます。 OK、 いきます。でかいの、もっとでかいやついたからね。おー、一気に赤くなった。うわ、なんか吹き出てる、あそこ。青、なんか爪の先とからなんかすげえなんか出てる。めっちゃ、めっちゃ飛びる、めっちゃ飛びる。めっちゃ飛びる、めっちゃ飛びる。何それ、何それ。めっちゃ飛んでる。なんださっきの。この辺まで飛んだよ。ここから入った泡が通ってシャーッ。はい、ウィッシュ。はーい、 OK、 できた、完成。はい、おいで。お、あと5秒。4 3 2 1。はい、完成。焼けます。はい、受け取るはず。いい匂いする。うわー、うわー、めっちゃいいやんけ、それ。おー、いい感じで。わー、わー、さあ、できてますね。おー、完璧だ。綺麗、完璧、超綺麗。じゃあ、これ乗せていきますね。わ、水分も取ってる、うん、カリッカリでさ、ふわふわになってる。うー、まあ、オーブンレンジマスターの僕としては当然のことかなって。初めて触ったやつ。はい、完成でーす。食べていきましょう。はい、食べましょう。すげー。はい、できましたー。はーい、めっちゃいい匂いするやん。うわ、めっちゃうまっ。うわ、あの途中 IH が故障してオーブンレンジ、最初、あ、レンジやっと使ったんだって。あれ、8万円して1ヶ月放置してたんだ。そのくだりはやっと使ったのかよ。記念できましたよ。これ揚げ物は、ああ、カセットコンロで。カセットパワーレス回のよ、レンジでできるよ、今揚げ物。あ、そういうことか、うん、まあまあまあ買おうよ。まあまあまあ、まあまあ、IH マスターとか言ってましたけど、ね、オーブンレンジマスターとしても完璧な仕上がりだと思った。いやいや、めっちゃうまそう。はい、じゃあ、アユ、いただきます。出力は初ですね。あ、そうやね。そうなんだよね。うん、というか、俺もアユ食うの初めてだ。じゃあ、いただきます。アユの塩焼き、いただきます。いただきます。うめぇ。うまい、うまい、うまい。あゆすげぇ。あゆすげぇ。今んとこ釣り岡川魚はニジマスが1位やったですね。いや、1位やろこれ。あの、身に塩気があるのはやっぱあれかな、海に行ったけんかな。こいつ海に近くにいるから海に行ったり。塩気たけんじゃない。ちょっと、おれ。バラ今か、バラ今か、バラ今か。いや、びっくりした。頭めっちゃうまい。頭いきました、うん、あ、うまっ。なんこれ、これが鮎のなんか風味っていうと、なんか、うんうんうん、独特な風味があるね、うん、すげえ。なんか、いや、骨も全部いけるよ。ほんとだ、あ、全部いける。俺めっちゃ綺麗に食べてた。全部食えた。全部食える、ほんと全部食える。そうなんだ。ちょっとさ、これもありますよ。次、手長エビ。本当だ、骨食える。あ、遅いや。遅いや。あしたは手長エビ。じゃあ手長エビ。これめっちゃ綺麗なところの手長エビ。うん、めっちゃ美味しい味だろうね。じゃあ、いただきます。一口でいただきます。うん。うん。エビだ。うん。うめえな。全然泥臭くない。うめえな。そうやね。本当だ。うん。うんうんうん。これ、最高のおつまみだ。こっちビール、これお酒みたいな。うん。アユがびっくりしましたね。アユうまっ。アユうまっ。もう一回、もう一回、もう一回行こう。いや、楽しかったね。楽しかったね。やっててめちゃめちゃ楽しかった。君たちが楽しんでる間、俺、顎にボルトを埋めてた。マジ痛かった。インプラント。インプラントしてた。もう一回というか、毎年行こう。毎年。めっちゃ楽
今年もう一回行きましょう。あ、行こう行こう行こう。あの別の川があるらしいんで。そっち攻めよう。はい、で、はい、そっちも許可取れてるんで。おお、行きましょう。まあ、ってことで、アユの塩焼きと手長エビの素揚げでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。